牛タンだから。頃からちょっと雨も強くなって、これが援軍となるのか。前走オモババ4馬身のぶっちぎりでした。ローレルベローチェ快速馬の出走回避で果たして流れはどうなるんでしょう。まあ、こんなレースもう別に無表情だこんなの。シルクロードステークス、うん、だから当たっても嬉しいっていうか。スタート切りました。横一列各馬揃った。ライスピリットマイケ、スタート後8番大新スタンダー最高峰です。さあ先から争いはポーンと真ん中の方が、おソルベイグが行きました。よしいいよソルベイグ、いいよ。これを追ってスタート後からネロが上がってまいります。2頭の真ん中からは1番のセカンドテーブル、ライスピリットセカンドテーブルが上がって第3コーナーのカーブ、ジョッコの方から11番のセウン構成は京都コース2戦2勝です。ジョッコの方は3番のアーツ、いやライスピリット、おい、ちょ待って、5番手ぐらいカオスモスが一気に前へ上がってまいりました。あとは2、3馬身で大新サンダーの巻き返し、2頭3頭か。大丈夫かライスピリット、これもう俺もっと逃げると思ったんだけど。先頭目先頭まで大体8馬身ぐらい、こっから届くか。テイエム大砲がいて最高峰はいつもの通り4番のヒルノテイバローで13頭、4コーナーから残り400、早くも最後の直線コースに入ってしまいます。先手を待ってソルベイグ1馬身、ソルベイグぴったり並んで、さあ人気の10番のネロ、この糸内の方からセカンドテーブル、外の方から星雲構成の味がい、残り200の標識を通過した。おお、外から7番のダンスディレクター、さらに外からヒルドネイバロ、最内からセカンドネイバロ、セウン構成ダンスディレクターが詰めてくる。この2頭3番で、ちょっと待って、あ、いや来ないよ、もうしょうがない。シルクロードステークス初の連覇なりました。ちょっと待って、ダンスディレクター、最後一頭嘘でしょ、バカ馬来たんだけど。ダンスディレクター、ちょっと待って、ダンスバカ馬来たの、ダンスディレクター、嘘でしょ。その後離れた三着争いは最内からセカンドテーブル、大外からヒルノデイバロ、人気の5番のソルベイグ、さらには10番のネロは、いやこんなん別にまあ遊びだから1万円まずね、まあ、4万かけたネギシが本命だから、1番のラインスピリットの三着争い、ネギシが本命、これは別に遊びだからいいんだよ、1万円ぐらいは。だってネギシで当たれば30万になるんだから、1万円なんて負けだって、そんなの負けたうちに入んないから、まあしょうがないのこれは。まあラインスピリットが前に行かなかった時点でもうダメだったね、うん。でこれダンスディレクター買った人いんの、ね、じりじりとしぶとく伸びて3着をキープ。4着が4番ヒルノデイバロー、そして5着が1番のではさ、あのさ、差し決着だよこれね、確実に。ちょっと待って、データブレイクしてんだけど、だヒルノデイバローもさね、あのダンスディレクターも差しじゃんこれ全部、うん。まあセカンドテーブルはまあ先行だけど、まあしょうがないね、まあそういうこともあるわ。大丈夫、次あれベストマッチョは絶対来ないから。うん。もしこれね、ベストマッチョが一着になったら、本当にもう競馬俺、センスないでやめるわ。うん。これダンスディレクターバカ馬で一着になったじゃん。うん。これベストマッチョ絶対、これベストマッチョだけは絶対買っちゃいけないよ。ベストマッチョは。こんな5倍しか、5、6倍、6倍だっけ？ベストマッチョ。絶対買っちゃダメだよ。うん。いや、別にこれは、これ乗った人はしょうがないよ。これはまあ遊びと俺最初が言ってたじゃん。遊びのレース乗っちゃダメだよ。次の、タールタンが本命だから。タールタンが。うん。タールタンが本命なんで、こんなシルクロードステイさんが遊びだから。ね。うん。ね、だいたい、金返せ、大丈夫だから、このレース乗った人は、次のレースも乗れば、確実に勝てるから。確実に勝てる。うん。ね。金返せっていう前に、じゃあ次のレースをちゃんと俺の予想に乗れば、金は返ってくるから。安心して。うん。ちゃんと勝てるから。もう次4万円使ってから、4万円。うん。で、ベストマッチは来ないよ、絶対。買っちゃダメだよ、ベストマッチは。うん、ベストマッチは絶対買っちゃダメ。いや、ルメールだってそんな来ないよ、来ないときは。うん。ルメールが走るんじゃないんだよ。
馬が走るんだよ。ああ、何を言ってんの。ルメールだよルメールだって言うけどね、ルメールがじゃあね競馬場こうやって走んのかよ、こうやってよ、おい、なきねえだろ。ルメールだって負けるときは負けんだよ、そんなの。ゴミ馬に乗ったらルメールだって負けるんだ、そんなの。ベストマッチョみたいなゴミ馬に乗ったら。ね、そんな君たちに教えてあげよっか。ね、馬と騎手の力が10になったとしたらね、10で 100% だとしたらね、7が馬で3が騎手だから、うん、君たち教えといてやるよ。ルメールなめんなよ。ルメールなんて騎手の力なんて3割しか働かないんだよ。ね、馬の力が7割なんだ。わかる？騎士なんで3割の力しかないんだよ。ね？半分以上馬の力で勝つんだよ、競馬というのは。騎士なんてそんな重要ではない。3割の力しかねえの。いやーもう、30万ゲットだ、この後。うん、この後30万ゲットするわ、俺。タールタンが来てね。11番人形タールタンが3着以内入って、もう歓喜だね。うん。で、展開も前残りで決まらずに、差し決着で、差し差しで決まって、うん。タールタンもね、中段の差し馬だから。タールタン、ね、確実テイクタールタン、あの、英進バッケンとかで決まったら、もう歓喜だね。1、2、3着が。1着がカフジテイク、2着がイーシンバッケン、3着がタールタン。うん。もうこれでいいわ。完璧。うん。いや、ウォーリアー買いたかったけど、なんかもう 5倍台前半になったから、もういいやと思って。最初ベストウォーリアー本命だったんだよね。7倍とか8倍ついてたから、単勝が。だから、ベストウォーリアから行こうかなと思ってたけど、まあ、しょうがない。5倍じゃ。マッチョ舐めな、舐めるわ！マッチョなんか舐めるわ。ね、ベストマッチョの肛門を舐めたいわ。舐めすぎて。ほんな10オープン勝った馬がね、1600万条件勝った馬が、ね、一着で来るわけねえんだよ。何がベストマッチョだよ。ベストマッチョの肛門を舐めたいわ。舐めすぎてね。どうせ。穴馬を買いたい人はタールタンに注目をしているんですけれども、ほら穴馬買いはタールタンに注目しているって、ほら、そうですね、これ今言ってたよ今ね、穴馬買いたい人はタールタンに注目だって、俺と一緒じゃん、来た、そうですね、誰これ専門家がいたわ、専門家が今、専門家が今穴馬買う人はタールタンって言ってたよ今、俺の選択やっぱ正しかったってことこれ、これ3着くんじゃないこれタールタン3着、うん、そうそうそう、そう去年ねモーニングと 0.1 秒差だったんだよこのレースで、うん、握るわけねえだろバカが、のし上がるわけねえだろおい、何言ってんのバカなんじゃないの、ベストマッチョがスターダムにのし上がるわけねえだろ、こんなのゴミ馬だよベストマッチョとか、絶対買おうわこんな馬、ベストマッチョとか、ベストマッチョどうせ6着ぐらいでしょ、分かんねえ俺はもう、ちょタールタンお願いします、ちょ4万円、ちょタールタンお願い、ほんとお願いします、イエス様お願いします、タールタン、タールタン本当、もう3着でいいからタールタン、3着で1着で望まないから3着でいい、タール